す神天皇山部道光岡上漁拝所、安頓山古墳は奈良県天理市柳本町にある古墳。形状は前方公園墳。柳本古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により山部道光岡上漁として第10代すじ天皇の御捧ぎに事情されている。全国では第16位の規模の古墳で4世紀前半頃の 築造と推定される、奈良盆地東園において、丘陵先端部を切断して築造された巨大前方公園墳である。江戸時代末期に柳本藩によるおさむり事業が実施され、集合等に改変が加えられている。現在は、宮内庁事情の天皇寮として、道庁の管理下にあるが、これまでに1974から1975年に、区内庁所領部による外帝、 渡り包み、公園部噴級裾部での発掘調査が実施されている。ほか、2017年に、学会立ち地理調査が実施されている。噴景は、前方後円形で、前方部を北西方に向ける。噴級は3段築成噴級長は242メートルを測るが、これは、全国では、第16位。柳本古墳群では、渋谷高山古墳に次ぐ、第2位の規模になる。 噴球表面では吹き石、埴輪が検出されている。噴球周囲には縦型の集合が巡らされており、集合を含めた全長は360メートルにも及ぶほか、倍長的性格を持つ古噴数器の築造も認められる。主体部の埋葬施設は公園部における縦穴式石室と推定される。出土遺物としては、遠藤埴輪、弾き、末器のほか、 江戸時代の治む料の際に出土した銅板一枚がある。この安藤山古墳は、出土派には、出土銅板から、古墳時代前期後半の4世紀前半頃の築造と推定される。柳本古墳群では、渋谷高山古墳に先行する時期の築造とされ、渋谷高山古墳と共に、初期山東権の大王墓と目される。被壮者は明らかでないが、現在は、区内庁により、 第10代主人天皇の御札に事情されている、安藤山古墳の航空写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成。古墳の規模は次の通り、墳丘周囲には集合が巡らされており、この集合は3カ所で、渡り包みによって区切られる。そのうち前方部南側、後円部南側、東、北側の部分が築造当初の形状とされ、前方部側の他の部分は、 江戸時代末の柳本藩のおさにより農業用ため池として拡張を受けたとされる。安どん古墳からの出土品としては特に銅板一枚が知られる。この銅板は江戸時代のおさの際に公園部南側から出土したもので現在は所在不明であるが拓本が残されている。拓本によれば銅板は長方形で長辺70センチメートル。 短辺53.8センチメートルを測る。片面には内向下紋鏡に似た文様を、多面には他の字型の文様を有する点が注目される。その他の出土品としては、宮内庁所領部による調査時に出土した円筒派には、弾き、素液がある。なお、近在の長学寺が伝生する、弥勒石管物を、安徳山古墳の石室天井石の転用とする、説がある。 安藤さん古墳の実際の被装者は明らかでないが、宮内庁では、第10代崇人天皇の御笹に事情している。崇人天皇の御笹について、古事記、元一では、山部道光のお鏡の所在とあり、日本書記、元二では、山部道場量とある。演技式所領量、現三では、遠慮の山部道場量として記載され、大和国上上上理の所在で、町域は、 東西二丁、南北二丁で、四庫一煙を毎年当てるとする。なお同書では、山戸国山部郡の襖伝坊の城において、山部道に多いおい岡上領の、三笹戸が襖伝坊の思考を兼ねることが記されている。その後、領の所在に関する書伝は喪失江戸時代後期に、ガモウ君帝は、三領市で本古墳を、慶光天皇領に否定したが、江戸時代末期に、谷森義富は、 三両校で、主神天皇陵に否定し、その説が現在まで踏襲されている。この説の根拠の一つとしては、常日のふすま伝母には、安頓三古墳の方が近いことがあった。なお、考古学的には、大和王権の大王墓の一つとされ、初代大王墓とされる、橋墓古墳からは、数代後に位置づけられる。 宮内町事情の山部道光鏡上の倍長は、行きない倍長1カ所、飛び地倍長3カ所の計4カ所。詳細はそれぞれ次の通り。以上のほか、安東山古墳の西側にある大和天神山古墳も、安東山古墳の倍長とする説がある。この大和天神山古墳は、前方公園墳で、墳球町103メートルを測る。墳球の当半は、 国道169号の建設で作品されているが、その工事に先立つ1960年の発掘調査で縦穴式石室から内向下門橋4面などの道橋23面を含む副装品多数が検出されている。これらの資料は安藤さ古墳を考察する上でも重要視される。築造時期は3世紀後半マイナス4、世紀前半頃と推定される。 原点出展 &3 古墳に関するカテゴリー、南 &3 古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。